Thank you.
とうございました。岩井直弘作曲ポップスマーチ素敵な日々でした。ここで岩井直弘さんの紹介をいたします。岩井さんは1923年生まれで、今年生誕100年を迎えました。1942年東京音楽学校に入学した1年後、学徒出陣により入隊しますが、終戦後ジャズの世界に飛び込み、プレイヤーとして活躍しながら本格的な編曲者の道に進みました。ポピュラー音楽を中心とした作編曲はなんと3000曲を超しており、吹奏楽ポップスの父として親しまれています。私たち第三音楽隊とも深い交流があり、昭和52年から数十年にわたり楽曲の提供だけではなく客演式も担当していただきました。ここからはそんな岩井直弘さんの編曲作品をお送りしてまいります。まずはジャズの名曲の中からアップルハニー、ジャンピングアットザウッドサイド、ビューグルコールラグ、マンボジャンボ、エアメイルスペシャル、フォーブラザーズ、キュート、フライングホーム、以上8曲をメドレーでお送りいたしましょう。ジャズをより身近に楽しめる珠玉のアレンジ、題してスタンダードジャズメドレーです。それではお楽しみください。
続いてもジャズの名曲サウスランパートストリートパレードをお送りいたします。この曲は1936年にボブ・クロスビー楽団のドラマレイ・ボーリュグとベースのボブ・ハガートが共作しました。アメリカ・ニューオーリンズにある実際にある通りサウスランパートストリートにちなんで作曲されたそうで、デキシー&ジャズのスタンダードナンバーです。岩井直弘さんは出版社から楽譜を出版する前に私たち第三音楽会で思想をして曲を書き上げていました。今回はそんな当時の手書き譜面を使用して演奏しております。それではサウスランパートストリートパレードです。各楽器のソロにもご注目ください。Thank you.
ジャズナンバーを続けてお送りいたしましたが、岩井直弘さんの編曲はジャズだけではなく、クラシックや童謡の編曲もされています。続いては雰囲気を変えまして、童謡この道をお送りいたします。この曲の作曲者である山田耕作は、作曲のみならず自ら指揮者として舞台に立って活躍し、戦前の音楽界を引っ張りました。また赤とんぼ、腹立ちの花の作曲者としても広く知られており、どの曲も音楽の授業で習う有名な曲ですよね。どこか懐かしさを感じさせるこの曲の歌詞は、北原白秋が晩年に旅行した北海道と母の実家である熊本県南関町から柳川までの道の情景が歌い込まれています。それでは日本が誇る名曲この道を岩井さんアレンジでお楽しみください。
うございました。祭り、そして祝いをテーマにお送りしてまいりました本日の演奏会、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。未だ先行き不透明で揺れ動く世界情勢など、日々の生活に不安を感じている方もいるかと思いますが、私たち第三師団の隊員はこれからも我が国の平和と独立を守り、地域の皆様とより身近な存在でいられるよう全身全霊任務に邁進してまいります。今後も私たち陸上自衛隊第三師団に対し、皆様からの変わらぬご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。それでは本日最後は岩井アレンジの真骨頂、ラテン風に仕上げられたクラシックの名曲ボレロを第三音楽隊の総力を結集してお送りいたします。それではどうぞ。Thank you.
さっき打ち合わせしたんですけど、本当に忘れてしまいました。すいませんでしたね。本日は、第3師団定期演奏会にお越しいただきまして、本当にありがとうございました。このいただきました拍手をもってアンコールとしてよろしいでしょうか。本日はですね、祭り、祝い、そして祝いというテーマでお送りしましたので、岩井先生の作品をもう一曲演奏したいと思います。今や高校野球の応援ソングでよく聞かれると思います、アフリカンシンフォニーという曲を演奏いたします。
陸上自衛隊の公式の行進曲であります大空を演奏します。第53回定期演奏会のすべてのプログラムを終了いたします。